でも1レベルファイトワンチャン勝つんじゃねえかって気もするんだよな、ちょっと。どうだろう、当たっちゃうか。はい、はい、ということで皆さん、ケールやっていこうと思います。よろしくお願いします。タイミングカサンテですね。レッツゴー。ケールはとりあえず初手ビッツエンドを積んでください。タイミングが AP だろうが、AD だろうが、とりあえずビッツエンドを積んでください。なぜか、足が良くなります、アイテム。追加ダメージのまず値が、数値が優秀。かつ、足が速くなる。いって、おい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 、勝てると思ったのか俺に。おい若い野郎、皆さん経路1レベル強いですというか、火山手が弱すぎるってのも一個あるんだけど、経路は割とねマジで1レベル強い。でなんで1レベルこんな強いんですか、ボットイカさん。これリーサルと、あと E のこの追加ダメージね、プラスオタルクに追加ダメージが乗る、プラスこの減少体力を得られるダメージを与えるというこの効果だから、1レベルのターゲットギリギリになるじゃん、お互い体力減るじゃん、最強。なんだおい、はい、みんなとどめ刺すように使って、体力減ったらどうしろ、流れだったら一番最後に使ってください。マックスランだったら先に1回使ってもいい、もう1回使えるから、殴り合っていくうちに。これ俺帰れないね多分ね、もうちょいレニューするか。まあダブルあるから、だからダブルもあのこそすげえ重いから、あんまりポンポン使えるもんじゃない。辛いタイムの時はレベル2に上げちゃっても OK、 ダブルを。まあそれ以上は上げないけど、で基本はいい上げ、すげえ辛いなって相手の時、もしくはスローが欲しい時は Q 上げ、ダリウスとかね、ダリウスとか、それこそさっき対面したけどモルデカイザーとかは Q 上げでもいいかもね。まあつってもランク3までだけど、普通に勝つんじゃない。はい、こうやって皆さんとどめに使ってください、とどめに使ってくださいケーキ。で今回相手ね CC が少ないじゃん、これやりやすい、これやりやすいです。ケール、これ6だと守るにしよう。そっか、ランク1乗るとね無敵時間超短くてほぼオタルクできないんだ。そういえばミスター、いや俺 Q を捨てればさレベルもっと早く上がって普通に勝つ技なんだけど、でも俺なんでレベル上がんないんだろうって思ってたんだよね。俺手前に体力ミリオミリオいなかったっけって、ちょっとぜひ皆さんもリプレイで見てみてください。危ない、なんか怖えわ。でウルトはさっきも同じこと言ったのでもう痛くないんですけど、ウルトは死にかけになったら撃つんじゃなくて一番ダメージを食らいそうなタイミングで撃ってください。使い方としてはイレイラのダブルと一緒ってことです。結構みんなトリントに似たような感じで使いがちなんですけど、その使い方めっちゃ弱いので気をつけてください。わっ、なんだ今のダイブなんだ今のダイブ今のウルトは結構いい例だったね。おい、待てやめろ、うん、ゴーストパワー。おちゃルシャン真後ろが来たんだけど、どういうこと。ちょっと待って、激しすぎるなこのゲーム。まあいいでしょ。あともう一個大事なのが、ウルト誰に打つか問題だね。基本だけど、まあ状況によるけどさ、サポートに打つのやめた方がいい。サポートに打って助けるのは結構やめた方がいいね。あんま役に立たないから、助けても。助けて勝ちになるやつだったら助けたらいい。はい、まーす。で、この後ね、ナッシャです。で、買う優先度なんだけど、ナッシャ買うやつには結構珍しくて、リカブ棒から買います。
エースが欲しいですよ、エースが。オータラクに強いダメージ乗ってるから、エースさえやればいいんだよね。3つができたから、加算テロ相当回答しやすくなる。オッケー、皆さん、こっからゲームスタート。やっと一定のチャンピオンになりました、これで。さっきまでチャンピオンじゃありません、こいつ。うわ、マジかー、このチャンピオンね、めっちゃラスヒット拾いやすいんだけど、マジか、今の取れないのか、俺。あー、残念、今のは、本当に。行こう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 。オッケー、これはさすがに。ユミ、言うて相手柔らかいから俺一人で全員倒せる可能性あります。このゲームキャリーできるポテンシャルある、マジで。オッケー、これでかい、感謝。ちょっとタイムタイムタイム、いや、くそー、目拾えなかったのちょっとやだな。これでかい、オッケー、相手すんげースローした。これちょっと待って、これジャングルとか歩くと俺死にそうだな、魔王界の苗木踏んで怖い。みんなジャングルキャンプは消えるものです、覚えて帰ってください。これだけ、これ今日はこれだけ覚えて帰って、ジャングルキャンプは全部消えるものです。帰って守りに行くか、あ、待って、これ魔王界ルシアンだったら勝つでしょ、俺がいないんじゃないかな、リフメまで積んじゃえば。戦わないのか俺と、おい、戦わないのか、戦わないのそれでもいいんだけど。行く、あ、行かないのか、行くんだったらウッドつけたんだけど、ね、ウルトのダメージ結構半端じゃないから。あ、ちょ待って、当てる声ウルト、ナイス、ちょリーシャお前やってる、おいおい、なんでリーシャ当たんねえんだよ、あっぶねえ、なんでリーシャ当たってくれないの、びっくりしちゃったよ俺。ちょっと近い近い、おお、いや、はあ、なんでケースするの、なんでケースするの、なんなの、この人たち。OK、ゼロ来ました、入ります、おしおい、ちょっとやべ、時計買えねえわ。爆発したね。うわー、じゃ何やってる？あ、行ってみるか？おい。はい、足早いので、足早いので買わせます。すごいね、これ。85% 上昇です、皆さん、MS。しかもこれまだランクマックスじゃありません。これ行こうよ、これ行こうよ。いけるよ、これ。いけないね、それ。弓神だってどういうこと？
あー無理だ、いやー無理だ。いやでも相当救った、相当救った。あ、これ救ったわ、チーム救った。敵のキャリオンタルク吹き飛ばした、オッケー、ノーエンド。よし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 、誰も渡してくれなかった俺に。お、やべ、誰か、ちょ誰か、お前、ヤソ、ダブル、ヤソ、ダブル、どこ行ったんだお前。行くしかないよ。届け。そう、しゃあねえな。うう、いいね。いた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 、ユーミ俺につけ、なんで俺につかないユーミ。でも勝ったか、よーし、ジジー、はい、ジジー、ラストヒットゲット、ジジー。いやこれ消えるって感じだったね。ウィッツエンドとパッシブとその他ボロボロが乗って、このエースと射程距離と移動速度と、もうめっちゃ負けてなかったうちのチームずっと負けてなかった延々と。え、待ってみんな、1万、あ、またやっちゃったか。見たことある？ T1 以外に1万ゴールドさえひっくり返したチーム、ここパート2。